ニコラ・ブルバキは架空の数学者であり、主にフランスの若手の数学者集団のペンネームである。当初この数学者集団は秘密結社として活動し、ブルバキを一個人として活動させ続けた。日本で出版された38冊に及ぶ数学言論や定期的に開催されるセミネール・ブルバキで有名。1934年に解析学の教科書を 編纂するプロジェクトが始まり、1935年に、ブルバキという架空人物が生み出され、論文を発表。後に、1886年生、モルダビア出身というプロフィールが与えられた。1939年、数学言論を観光し始めたとき、論文紹介雑誌マセマティカルレビュー史にてアイレンベルグのペンネームでもあることが露呈。 次第に集団であることが知られ始め、様々な圧力を生むこととなった。集合論、数学言論の初版表紙、ブルバキの主な業績は7000ページ以上に及ぶ数学言論の執筆である。元は微分析文学の現代的な教科書を書くのが彼らの目的だったが、作業が中途で肥大化し、その目的は捨て去られた。最終的には、 集合論の上に現代数学を厳密かつ、合理的に打ち立てることにその目標は向けられる。彼らはそこで、代数構造、順序構造、位相構造という三つの構造概念、フィルターなどいくつかの新しい概念や術語を導入し、現代数学に大きな影響を与えた。その完璧な厳密性と一般性を求める序述は、ブルバキスタイルと呼ばれるようになる。ただし、 ブルバキの狙いは、決して最大限の一般性ではなく、最大限の有効性を備えた、一般性、最小限の一般化である。ブルバキの影響は年とともに次第に低下していった。その理由の一つは、ブルバキの影響を受けた本が他にも出版されるようになり、ブルバキの本の独自色が失われたためである。また一つには、重要と考えられるようになった、別の抽象化。 例えば、検論などをカバーしていないためでもある。ブルバキのメンバーの一人アイレンベルグは検論の創始者であり、グロタンディークも検論を積極的に論じた。だが、検論を導入するには、それまでに発表されてきたブルバキの著作に根本的な修正を与えなければならなかった。そのため、検論についてのブルバキの著作は準備されていたものの、結局は書かれなかった。 若干の続刊も出されてはいるものの38冊をかけた日本語版は全部絶版である。ただし数学史だけが文庫で手に入る。創立メンバーは次の5人で高等師範学校の出身者だった。他に創立時の公式メンバーとして次の4人がいた。マンデルブローを除いてすべてのメンバーが ENS の卒業生である。ブルバキは歳を定年としていて、 その後、次の10人が新たに加わった。アレクサンドル・グロタン・ディークも一時期メンバーだった。数学言論の執筆は1998年から止まっていたが、2010年代に続刊を2冊出した。ブルバキはセミネール・ブルバキの形で今でもその活動を続けている。ブルバキの名前の由来はアンドレ・ベイユが聞いた友人のいたずらが元になっている。 ENS の学生だった1923年、友人のラウル・ユッソンが新入生を騙すために、つけひげをつけて、講義を始めて、最後には高度なレベルまで話を飛躍させ、架空のブルバキの定理で話を締めくくった。一説では、ブルバキの名は、不屈戦争で活躍したシャルル・ブルバキ将軍に、由来すると言われている。出版物に長く、連名をすることを嫌った。 ベイユたちはすぐに著者をブルバキとすることに決めた。ブルバキの名が採用された時にはまだファーストネームは決まっておらず、はじめは頭文字 N を付け加えることになった。1935年、ブルバキの名を知らしめるために、ベイユがエリカルタンを通して学士委員に論文を提出する際にフルネームや経歴が必要となり、エブジンの提案でニコラと名付けられた。 一説には年齢を重ねたメンバーに対するテストとして、論理的には正しいが、数学的には何の面白みもない、心理論の話を持ちかけ、面白くないと判断できないようであれば、定年とするという了解があったという、50歳で強制引退だったとも言われる。数学言論は1939年の、 集合論要約を皮切りに11部門が出版されの6部門においては特に順序にこだわり部門の順序も含めてすでに示した結果を用いて記述されているそれで集合論を土台に数学の再編を行ったということであるが実際の出版の順序は必ずしもこのようにはいかなかったその後の部門では順序が決まっているわけではないありがとうございます